ャンネル。ちょ、こんにちは。今日もトレードですね。今日もトレードです。はい。俺トレードされへんから大丈夫かな。誰とトレードするんですか。いや、わかんない。佐々木チャンネルから佐々木トレードしますって。もはや何チャンネルみたいな。その時はじゃあ袴田チャンネルやらせてもらって。そうですね。その代わり攻めてくださいよ。いやいや、私言えないもん。私言えない。だから次あの企画あげますから考えておいてくださいよ。お、私がですか。はい、言うこと。はい、わかりました。袴田さんじゃああげる企画は、はい、じゃあ夏頃に、はい、もうこいつ首、いいっす、やばそれ。もうこいつ首にしよう、した方がいいっす。12球団1人ずつ。やだ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 。あげますよ。トレードよりやばいですよそれ。なんですか。ポジティブに。だからもう無理やから早めにね、もうやめて違う人生リスタートした方がいいですよっていうポジティブワード。あー、まあいい年だから今じゃ今だったら再就職できるよ。もう今の能力じゃプロじゃ無理やし、もうそんなもうやんないで、やめて違う人生行った方がハッピーですよっていうポジティブニュース。独身だった場合その方が女子も安心するしみたいな。そうです、はい、それで12球団1人ずつ言ってやってるわけですか。無理無理無理です。せっかくあげたのに無理です。爆発的人気で多分回るっすよ。まあそれを嫌味なく言えればいいですよね。そうですね、もう首、まあ、やめた方がいいよねって言って、いやその方が私もいいと思うよみたいな、ちょっと可愛く言う感じ。そうですね。だからそれでどこまで許されるのかちょっと見てみたいですね。いやもうそれはもう佐藤さんやってください。佐藤さんがやってください。もう首にした方がいいですでしょ。はい。さすがに言えんな。無理ですよ。どう考えてもポジティブに持っていけんすね。しかもそれでそのシーズン本当にクビになったら笹崎が言ったからやってなりますよ、ね。うん、だからこいつクビにしたい選手かを聞きたい場合は、はい、電波に乗せないところで、はい、袴田さんと僕最近よくトークショーイベントやってるんで、そうなんです、そちらの方に来ていただけると、はい、電波に乗せないんで、こいつはもうクビにした方がいい選手は言えます。はい。トークショーまだ次決まってるんで、はいはい、その時やりましょうか。まあ、でも夏ぐらいじゃないと。そう、まだシーズン始まってないから分かんないですよね。夏ぐらいになってもこれは無理だなっていうなんで、春先はちょっと難しいですね。はい、そうですね、はい、いやこの本当数週間でトークショー3回。そうですね、はい、だからまあもしねチャンスあったら、はい、ツイッター見てもらうとね、広告貼ってますから、はい、見てください。ぜひ来てくださいトークショー。はい。じゃあ今日は、はい、どこの球団行きましょうか。じゃあオリックスと広島やりましょうか。はい、オリックス広島、はい、どっちから行きますか。じゃあオリックスですね。はい、オリックスのもうトレード出した方がいい選手は、はい、透明。あー、ピッチャーの選手。はい、ピッチャーの、はいはい、ピッチャー来ました。岐阜県から。はい、はい、岐阜県から岐阜県から出身です。そうなんですか。岐阜県から来られてる。そうですね、やっぱ出身好きですよね結構。いや出身言った方が分かりやすいでしょ。まあそうですね、はい、出のっていう富田高校から、はい、桐蔭横浜大学、うん、富士重工、オリックス2013年ドラフトです。だから4、5、6、7、8、9、もう今年7年目ですね。はい、結構でもピッチャーの中で名前見るけどな。30歳、去年7試合か、はい、しかも去年開幕2戦目で投げてるんですよね、うん、はい、でも全体的に言うと7登板先発4試合で、はい、まあ、1勝1敗防御率 7.11 と、うん、でまあここ2017年からもう10試合投げてないんで、はい、もうどんどん登板数も減ってきてますし、でまあねオリックスの投手陣で先発言えば、まあ、山本山岡、はい、若い世代、まあ、ケイ鈴木とか、うん、でまあ、田島、その若い世代が結構来てるんで、うん、ちょっともうこのままでもチャンスが先発としては薄いかもわかんないですね、うん、長継ぎでどうかっていうところで、まあ、どうなのかなっていうところはありますけど、はい、もうここは一回パーンとトレードして、うん、もうワンチャン。だ即戦力ピッチャーが欲しいよっていうところに行った方が、先発ちょっと頭数いらないけど欲しいなとかっていうところで、うん、はい、あると喜ばれていけて、もう一回チャンスあるかもわかんないんで、うん、そうですね、ちょっと投手陣も若返りをねオリックス、はい、特に先発は図ってるんで。そうです、だって山本由伸投手がだって22歳ですしね。そうです、エース22歳です。エース若い。山岡投手が25歳。25歳、若いな。そうか、ね、そうなってくるとちょっと31歳っていうのがね、はい、またネックになってきちゃうところなんですね。そうですね、もう年々ね、うん、投球回とか登板数とかも増えていってないし、はい、うん、まあ、このままいっても本当に余生を過ごすみたいな感じになっちゃうんで、はい、もうトレードに、うん、なるほど
まあ、チーム戦略に合ったところに行けたら、そうそうそう、今オリックスはね、誰がいいところとかだから、はい、まだだから先発で、だって去年、はい、2019年、開幕2戦目の先発を任されてるってことは、はい、それなりに期待値があったってことじゃないですか、はい、でそれでまあ結果を残せなくて、まあ、シーズンでいうと7試合の登板になっちゃったっていうところはあるんで、はい、まあ、ラストチャンス、はい、ラスト侍的なラストチャンスみたいな。え、じゃあ今先発がこうあまりこう固まってなくていけるんじゃないかなっていう球団はありますか？そうですね、ヤクルトとか。だからそう考えたらいけるっちゃいけますよね。だってオリックスヤクルトルートって活躍するっていうラインなんで、はい、あ、え、そうなんですか。坂口選手、ああそうだ、はい、あと近藤、はい、ピッチャーの近藤選手とか、うんうん、活躍する系譜にあるんで、あ、ちょっとこれを聞く。だから東明選手も、はい、もうワンチャンね、はい、ヒュッと横滑れてで、ヤクルトでもうガンガンだら、はい、まあ可能性はね、チャンスがあるんで、あと掴むかどうか本人次第なんで、はい、でもその掴めるチャンスがあるところに行くっていうのは手ですよね、はい、あとはね、西武とかね。ああ、まあ西武ヤクルトでちょっとには投手陣が、ね、そうそう、まあ、昨年もね、両リーグワースト1位投手のチームなんで、はい、ワンチャンあればね。ありますね。だって阪神の榎田投手が、はい、阪神でくすぶってたところを、はい、トレードで西武に行って、うん、2桁勝ってますからね。そうですね、うん、いやだから本当にトレードってそういう可能性を生み出せるんで、全然生み出せるんで、ね、そうトレードになった時、阪神ファンの人もね、うん、柳田トレードはってなったかもわかんないですけど、行ったら10勝する。いやもういいこといっぱいありますね。ああ、だからね、東名、うん、ワンチャントレードで行ってもいいんちゃうかっていう、はい、うん、じゃあオリックスは東名投手ということで。そうですね、はい、投手初めてですね。いや、そうですね、ここに来てね、はい、ずっと野手でしたね。まあ、やっぱり野手の方が人数多かったりするし、うん、レギュラー固定されてたら、うん、こうね、なかなか出にくいもん。ピッチャーちょっと枠があるから、はい、その敗戦処理でもよかったら一軍に入れるし、うん、そういった面では、ね、チャンスはピッチャーの方が明らかに多いですけどね、はい、でももうなんかバランス見てると東明選手はもう若干ちょっとチームの中で言うと、うん、構想からちょっとずつ外れていっているのかなっていう客観的な、まあ、そういう時に売り出す方が一番タイミング高いですね。これもう誰から行くともう売り出せなくなっちゃうんで、はい、売れる時に売っとくことが本人のためでもあるし球団のためでもあるんで、はい、コンサルティング、売り時を見極めろと。そうです、そうです、はい、はい、じゃあ広島行きましょう。広島っすね、はい、誰だろう。堂林ですね。そこ行きますか。もうやっぱ攻めますよ、コンサルティングサポザキは。でも広島ファン多いじゃないですか。今ちょっとね、はい、堂林でザワワン、はい、ザワワンザワワンになってる可能性があると思いますけど。はい、うおー、だって結構ブレイクしたじゃないですか。しかもイケメンでとか、うんうん、ファンは多いと思いますよ。まあだって堂林、もうファンの人に言いたい、はい、カープファンだからカープにいる堂林が好きなのか。あー、なるほど。カープのユニフォームじゃなくても活躍する堂林が好きなのか、うん、はい、どっちなんだいっていう。これどうなんでしょうね、やっぱ2パターンいるんじゃないですか、うん、だからその、うん、で、はい、ね、FA で泣くやつ意味わからんとかって、はい、FA の回で言いましたけど、いい、トレードっていうのは自分の意思で移籍するわけじゃないですか、はい、要は球団の意思での移籍になってくるわけですね、はい、まあトレード志願してれば話は別ですけど、うん、はい、ってなった時にネガティブ移籍じゃないですよね、はい、うんうん、まあまあ自分の意思じゃないので、はい、まあ、ファンに責められることは一切ないんですよ。ないじゃないですか。でもまあ寂しいっていうね。でも、はい、堂林が好きなんですか、カープの堂林が好きなんですかって話ですよ。いや、みんなそれはね、もう堂林選手が好きなんで、どこに行っても活躍すれば嬉しいですよ、うんうん、しかもね、はい、オープン戦で打率3割1分と、はい、今年大活躍、ここまで。いや、じゃあカープでいいじゃないですか。いや、トレード。そこでカープでいいじゃないですかって言ったら、はい、うん、もう、はい、僕の、はい、この企画が、はい、つまらない企画です。すいません。いやでも、ね、これ、見たら今年3学年後輩の鈴木誠也選手に自主トレを志願して参加、うん、後輩にお願いをして、うん、一緒に自主トレをさせてもらうっていう、もうやっぱこれやる気が今年違いますね。そうですね、まあ、プライドを捨てるまでが遅かったですね。遅かった。もうちょっと早めにしてるとき、だからそれね、だからまあ見方によったらすごいですよね、うん、3学年も下の後輩の自主トレに行って教えてもらうって、はい、プライドも捨てて、うん、もうなりふり構わず、はい、なんとか結果出して頑張りたいっていうその熱い思いが伝わってくるんで、はい、いや本当になかなか誰しもできることじゃないです。いや、そうですよ、はい、そのだけかけてるってことじゃないですか、うん、今年に。だからその行った
ことはすごいし、うん、正直尊敬に値する行動やと思うんですけど、はいはい、遅いし、もうちょっと早く行きたかったですね。まあそうしてたからもっと違ったかもしれないですけど、ないですけど、うん、まあ、あの去年も28試合しか出てないし、はい、まあ打率で言っても大体2割ちょいぐらい、2割、そうですね、いけるんちゃう、球団変わったらもっと、うん、まあ、今29歳なんで、はい、まあ本当今、まあ、これからがラストチャンスというか、はい、でポジションもやっぱりどんどん減ってくるわけじゃないですか、はい、で今年も外国人取って、うん、で小園と田中康介の併用を考えたら小園がサード、はい、もしくは小園ショートで田中サードっていうところもあるし、でファーストも、まあ、松山だったり阿部だったりとかっていう選手たちもいるんで、はい、まあ、外野手もですね、その、まあ、鈴木誠也がいて、はい、で西川、うん、でここは決まってて、ね、でもう一つのポジションを誰が行くのかっていうところで、はい、じゃあ堂林外野にするのかとか、うん、あとはこのオープン戦でもう一人活躍したら高橋行くのかとか、うん、ノマなのかとか、はい、っていうところもあるじゃないですか、でなったら、まあ、競争の中で勝っていかなきゃいけないっていうところありますけど、シーズン始まるとそれでちょっとずつ敗れていって、はい、ここ最近は出場試合数が減ったりとか、うん、1軍でも2割ちょこちょこしか打てなくなったりとかっていうところもあるんで、うん、このオープン戦の活躍をシーズンまで維持して、はい、いつ始まるか分かんないですけど、はい、維持すればレギュラーガンってまた取るかもしれないですもんね、はい、ないですけど、ちょっと壁が厚いですね、いる人たちの、まあ、そうもね、広島もありますからね、そうなんですよ、うん、ってなった時に、はい、思い切って、はい、トレード行こうか、行っちゃいますか、堂林欲しい球団結構あると思うんですよ、はい、ありそうですよ僕は、うん、だからそこをポジティブに考えて、はい、一発、うん、バシッと、もう一花、大きい花を咲かせに行くために、ああ、うん、もう今はね、はい、里崎何言ってんねやっていう、はい、カープファンの皆さん、はい、声聞こえてますけど、はい、どうですかトレード、いいと思いません、まあ、ちょっとコメント欄で広島ファンの意見を聞いてみたいですね、うん、でも本当にね、はい、堂林だったら欲しいっていう球団結構、いや、ありそう、あると思うんですよね、うん、そうですね、だからそれこそパリーグの球団だったら、じゃあロッテとかね、はい、うんうん、もういいと思うし、はい、あとは日本ハムとかね、ああ日本ハムいいんじゃないですか、はい、っていうのもいいと思いますし、うん、あのセリーグとかだったらヤクルトとかね、はい、いいと思いますし、うん、あとは DeNA がもし、はい、足りないとかあったら DeNA だとか、うん、ひょっとしたらね、うん、巨人なんかもね、はい、いや出られる可能性がある球団は結構ありそうですよね、いいでしょう、だからやっぱりその、はい、一発ね、うん、飛ばし、もう賭けで、もう今賭けとまでは言えないですけど、まあもちろんね、広島で頑張れれば一番いいと思うんですけど、うん、もしそれでシーズン始まってまた出番がないっていうんであれば、うん、もうトレードでっていうのが、うんうん、お互いいいんじゃないのかなって、そうですね、はい、うん、なんか寂しい気持ちもこのやっぱカープの帽子に合うなと思うんですけど、うんうん、でも出してもいいかもね、いいかも思ってきた、うんうん、だからまあドラフトね、うん、皆さんにいろんな思いありますけど、はい、そこを切り込んでいくのが、はい、里崎チャンネルなわけですから、これでこの動画でよしじゃあトレード行こうって言ったところでトレードしないですからね、よかったよ、するかもしれない、いや、まあ、球団するかもしれないですけど、うん、こっち勝手に言ってるだけですからね、そうですそうです、はい、こういうのいいんじゃないのっていうね、はい、寂しいとか言ってるけど別にトレード決まったわけじゃないしって今思ってまあでもまあ僕はそういう目で見て、はい、もういいんじゃないのかなと、まあ、もちろんチャンスがあればそのチームで頑張ればいいですけど、はい、チャンスないんだったらもうトレード出してあげて、うん、自分たちのチームは良くするために選手は他のところでも活躍できるようにね、はい、まあ、してあげてもいいんじゃないのかなと思います、はい。